どうも、構図です。今回ですけども、ルヴァンカップファーストラウンド3回戦、アルベルクス新潟ベース、ブラウブリッツ秋田プレビュー、テテムスギーということで、ルヴァンカップがあります。それの、プレビュー、展望をやっていきたいと思います。目次です。新潟対秋田、秋田ポイント、新潟ポイント予想メンバーということで、いつもの4段構成でやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新潟秋田ということで、ルヴァンカップが新レギュレーションになって、この3回戦で勝利すれば、セカンドラウンドに進出できると。ちなみに勝てば、浦和とホームアンドアウェイっぽいんですよね。で、そこで勝つと、決勝トーナメントか。だから3段構えになってるんですよ。ファーストラウンド、セカンドラウンド、サードラウンドみたいな。しかし、新潟は怪我に属して、9人が別メニューと言われております。そして、リーグ戦から中2日で秋田でのアウェイ戦と。かなり過密日程となって、さらに中2日でリーグ福岡戦ですからね。ターンオーバーするにもどうするんだという感があるんですが、よりによってこのタイミングで秋田と対戦というのはかなりタフな印象があると、しかもアウェーですからね。秋田といえば東証吉田健監督。ね。秋田一体。率いる明確なスタイルがあると。ロングスローもあるし、走力、フィジカルに大きな強みがあるチームであると。まあ、J2 番町田というのが分かりやすいかもしれないと。これ湘南対秋田が戦った試合、生配信してるんですよね。試合見ながら。だからそれちょっと見ていただけると、ぬるっと分かるかもしれないです。で、ボール保持スタイルの新潟との噛み合わせはあまり良くない印象もあるが、新潟的にね、ここは勝ち切ってタイトルへの望みをつなげたいと。秋田のポイント、秋田のスタイルは明確ですと。前回は J1 勝の相手に競り勝ち、3回戦進出を決めた勝負強さは吉田健監督がよく日常からとのこと。選手の入れ替えが多少あったとしても、新潟の現在のチーム状況を考えると、秋田的にはチャンスでもあると。また秋田のホームで行われるのは芝の状態、散水なども秋田のやりたいようにできる点も新潟相手にはより効果的であると。新潟的にはボールが走らない状況も想定しなきゃいけません。チームとしてのベクトルが合っているチームなので、新潟的にはいわき戦同様苦戦する可能性高いと。通算対戦成績は J2 時代に2勝2敗の5分と。ちなみになんか2015年にも戦ってるんですけど、まあ一応それは含めてません。新潟ポイントいきましょう。得意のターンオーバーをしたくてもフルでできないほど怪我人が続出している緊急事態であると。勝てばセカンドラウンド進出が決まるので、まあ、是が非でも勝ちたい。ここで活躍した選手がリーグでも活躍することを期待したいというところで、秋田はロングスローやクロス攻撃、ゴール前での強さなどを数試合後のリーグ戦で待ち構える首位町田との仮想相手としても見て取れる。なので結構、いい相手ではあるんですよね。プレス強度も高く、ロングボールを多用する相手にどうやって攻略していくかと、今いる限られたメンバーでどこまでそれが体現できるのかと、チームとしての底力が問われようと。当日はね、同時一生生配信予定。今年初じゃねえな、これ。今年初じゃない。もう今年何回もやってた、ごめん。チャンネル登録して通知オンにしていただけると嬉しいですということで、一緒に見ましょうというところですね。ただ、聞く方に間に合うか微妙なんですけど、間に合わせます。頑張ります。ということで。ねえ、そう、難しいよね。相手としてはね。ということで、スタメン見ていきましょう。予想スタメン。阿部、森、遠藤、稲村、早川、笠井、島田、松田、石山、奥村、長倉と。いや、もう、超スクランブル状態。もう、なんならもう、あれだよ、強化指定選手もうちょっと欲しいぐらいあるよね。笠井選手も出るんじゃない？この予想。わかんない。大学リーグの事情によるんだろうけど、これで稲村と笠井出れないってなると、もう本当に大変。ベンチはもう7人も多分連れてこれないと思います。だからもうキーパー2人もあると思います。いつ坂の川崎フロンターレみたいに。で、まあ、ベンチは吉光、西村、千葉星、谷口コミか。にしてみました。どうですか。で、秋田の方は湘南戦、ルヴァンカップ湘南戦のスタメンをそのまま書きました。松本ケンチザンガ選手がちょっとね、厄介ですよね。あとは、まあ、ルヴァンカップ一発勝負なんで、なんていうんですか、その延長戦もあるし、PK 戦もあり得るので、だからもう余計タフだよね。って考えると、そのデンとか鈴木とか秋山とか連れてくるのは億劫だなぁと思いましたけどね。わかんない。秋山とか連れてくるんだろうかね。藤原とかもね、もう満身、藤原、秋山はもう完全にもう満身創痍なのがわかってるから、
もう遠征帯同もさせずに、もうじっくり新潟でコンディション調整して福岡戦臨んでもらいたいなっていうのもあるんですけど、どうなんすかね。そう考えると長倉のタフさが異次元だよな。うん、だってもう長倉が前線にいるだけでなんかなんとかなるんじゃないか感あるもんね。で、奥村は一列前で使いたい。で、青空選手をどこで使うか問題があって、だ葛西選手がトップ下で石山選手ボランチ、まあここ逆はあるかもしれないけど、だからまあ奥村選手をトップ下じゃなくて、本来のそのドリブラーとしてのサイドハーフとして使うっていうのは、まあ新たな一面も見れていいのではというふうな、前向いてボール受けられるのがいいよね、奥村選手。だからサイドハーフも全然ハマると思います。あとは森リータ選手がね、全体練習合流とは言われてるんですけど、いきなりスタメンがあるのかどうか、まあ、ないってなると右サイド捕手になるのかな。ねえ、どうなんでしょう。早川右サイドにして左サイド捕手にするのかな。だからもうだ、星裕二選手ももうかなりもうフル稼働に近くなってきますよね。そうなるともうディフェンスで怪我人出たらもういよいよどうしようっていう。稲村選手とかサイドバックとかできるのか、なんかボランチとかはできそうだけど、稲村選手ね。っていう感じかな。で、これで延長行った時に、ね、もう体力的にみんなしんどくなるだろうっていうのが分かってしまうスタメンだからさ、ここら辺もどうしたもんかなっていう感じはあるけど、難しいよね。だって小松蓮選手とかも控えに秋田いたら結構しんどいよね、 J3 得点を去年のね。え、なかなかな相手だなっていう気はしますけど、うん、でボールが走らないピッチとかでしょ。もう単純にもう縦ポンに対して縦ポンするみたいなので勝ちに行くって言ってもありかもしれない。稲村はフィードがめちゃめちゃいいからね。そう、なんかもうそんなイメージしか湧かない。どうですか皆さん、皆さんの予想、展望、ぜひ教えていただければなと思います。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。いやー、ゲレスがね、3点目で決めてくれましたね。もう昇格は目の前ですよ。本当に劇的、コミがね、やっとね、決めてくれてね、もうね、昇格する時のね、ゲルスのゴールより泣いちゃいましたね。いや、感動しました。なんかね、本当にね、この町田の地でね、勝ちたかったっすね、本当に。なんか本当にね、この2年間悔しかったんだなっていう。すいませんね、すいませんよ、はい、これが福岡の洗礼です。いきますよ、皆さんせーの、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 現地観戦 Vlog 絶賛公開中、再生リストからぜひご視聴いただけると嬉しいです。完全ドキュメンタリー、アルビサポが現地で見た状況、感動すべて盛り込んでます。